はい、どうも。おはようございます。おはかみです。カミカミ実況チャンネルのタクと申します。あれ、あつ森の画面じゃないぞと思った方、ブラウザバックは絶対にしないでください。本日はですね、離島ガチャ、今まで数多くやってきたんですけれども、チャンネル1周年目の2021年5月から2022年の5月の間にかけてのメイン島で行った8回の離島ガチャの勧誘の瞬間をお届けしてまいりたいなと思います。はい、こちらのね画面に出しております本日のラインナップが今8個表示しておりますので、一番最初の離島ガチャの動画のところから入っていて、1年目最後のところまでを本当にいろんな住民と交流をしたりしているので、ぜひぜひお届けしていきたいなと思います。土曜日の朝、皆様いつもね、お集まりいただきましてありがとうございます。今日はぜひ総集編というような感じにはなるんですけれども、皆様に楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思っております。一点補足事項があります。こちらの離島ガチャのところに表示しているもの、実は全部メイン島になりまして、サブ島で行った離島ガチャももちろんあるんですけれども、サブ島はまたサブ島でいつかのタイミングにこのような形で総集編をちょっとお届けできればと思っております。ただ再生リストを見ていただければ動画があるかもしれないので、そこはもう皆様にお任せいたします。そしてもう一個補足です。こちらに書いてあるアーカイブ全部が全部、公開もしくは再生リスト内のみでの限定公開にはなっていなくてですね、一部はもう非公開になってしまっているものもありますので、気になるけど、ないのかっていうものもあることをご了承いただければと思います。それでは早速一つ目に入っていこうと思います。チャンネルを始めたのが5月の27日とか26日とかなんですけれども、そこから最初怒涛の勢いで連続して動画を出していたんですけれども、5月の中頃かなに撮影をした動画、初めての離島ガチャの動画になるんですけれども、ぜひまずは一番初々しい離島ガチャを見ていただければと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ラスト10個目いきまーす。10個目はもう条件にある通りなので、ラスト10体目はもう勧誘します。ただアミーボカードを持ってる人が来ちゃったら、あとはまたあまりにも「彼君」っていう感じだったら、もうタヌキガチャにかけます。ではいきましょう。あと一応スコップと石の斧は両方予備で持ってます。では行こう。運命の誰だ、いない。あ、嘘、あ、いい子来たかも。あ、10体目この子勧誘します。行ってみましょう。お、なんだっけ、名前がわかんないんだけど、ただサリーだ。タクです。あ、シャラだ。来てくれてありがとうございます。マネリ化してきたんですね。なるほどなるほど、じゃあぜひ、はい、来てください。ちょっとね、たこやくんとまりもちゃんが両隣のお家なんで、まとめ役としてちょっとね頑張ってください。来てくれるのかな。あ、勧誘成功したかな。てくれ、そういうことで。ではあれ、反応してくんない、ちょっと待って。ということで勧誘成功、サリーちゃんです。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。一番最初に実は離島ガチャであのチャンネルで弾いていたのがサリーさんなんですけれども、あの後もねサリーさんといろんなところでお会いしたり、一瞬サブ島に来たかな、ちょっとねそこは覚えてはいないんですけれども、あのそのねお別れした後も離島ガチャであのたくさんお会いしたりとかしているような住民さんがここで一番最初に来てくれて、その後の7月8月とかの動画にあの出てくるような形になりました。はい、続いてはですね、2ヶ月飛んで2021年7月の離島ガチャ10連のところに行きたいなと思います。こちらのね10連もまた後々の離島ガチャでたくさんお会いするような方を勧誘している回になるので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。それではどうぞ。いきます。だいぶ巻いて30分で5個の島ですね。ここの、あ違う、30分で4個の島ですね。基本的に次は原則勧誘することを前提に考えて進みます。10体目なんで本当にちょっと強い子来てもらわないと困る。いきまーす。時刻は23時30分になりました。本当に皆さん明日お休みの方とかは大丈夫なんですけど、お仕事の方とか本当に無理しないでください。いきます。ワンちゃん本当にこの配信見ながら皆さん寝落ちしてる説があって、いきましょう。桃がなってる島、久々だね。いるかな。あれどこにいる。あ、いたな、いたな。出てこい。来ちゃったよ、これはやばい。あー、すごい。あー、運命だな、これは。運命だな、これは。はい、二等ガチャ10枚目で終了します。これは運命だ。はい、皆さん、この子がなんていうキャラか分かる方コメントで教えてください。はい、勧誘します。もうこれ、この子勧誘します。あの、うん、面白い。うん、10枚目でこの子来たのはなかなかです。本当に来るかなとは思ったけど、あのこれもドコムス3枠ですね。うわー来た。離島ガチャここで終了します。いきますよ。みんなわかんないとは思うんですけど、ドコムス3枠の候補に挙げていたいさこ、いさこ、いさこいさこと一緒に生活できるのちょっとやばいです。ちょっとテンションがダメだ。いさこー、いさこ、いさこ、いさこー、たくです。やばい。ちょっとこれは写真撮りたい。リアクションして。見てくんない。あ、勧誘するの忘れそう。危ない。ちゃんと勧誘しなきゃ。
勧誘します。イサコありがとう。どうぞ。いやー、イサコとの生活楽しみすぎる。ちょっとこれはすっげー嬉しい。すっげー嬉しい。絶対言わないからね。はい、ありがとうございます。本当にね、サリ、あの、違った、イサコさんとはね、その後もマキバイサコとかもう本当に頻繁にお会いしているので、またね、いつか島にお呼びしたいなと思っている住民でございます。では続きまして、チャンネルでは3回目の離島ガチャ、夜配信で、23連というタイトルで23枚やろうとしたんですけれども、途中の枚数のところでターゲットが来た回になります。この日の配信なかなかに神ってたなと思っています。で、そうですね、なんか本当に来てほしいなって思ってるタイミングで紙引きをした回、もう私がその後2年半ぐらいずっとチャンネルで、この住民のことを触れたり、とにかくいろんなところでピックアップしていた住民になります。またいつか住みたいなと思っている住民です。それではご覧ください。2021年8月26日の23連のアーカイブからご覧ください。どうぞ。今日どこみそさん系の住人まだ来てないっすね。なんかそろそろタモレとあの小町とかイサコマキバあなたに。虫さとなんだっけ、てっちゃん、ジョイっていう口癖のてっちゃんとかも来そうな気がしてはいるんですけどね。あとはイサコまた出てきたら笑えるんですけど、ね、あ、やばい、嘘でしょ。あ、若健さん、うおー嘘ー。これはやばい。録画回し始めます。録画を回し始めます。何事もなかったかのように今から録画を回して平常心で喋ります。行きましょう。8枚目。よいしょ、いないな。かわいい、ハッチくんかわいい。今めっちゃうさんくさく同時録画してましたが、これから普通に話しかけるところもちょっと撮りましょう。ハッチくんだー、うわー、かわいい。ナノです。かわいい。勧誘忘れないようにしなきゃ。
若健さん、すいません、長い時間追い出し頑張っていただいてたのに、まさかの追い出し候補がここに来るというすごい来て来て、あ、やばい、ちょっと待って、今録画しながら、なんと録画しながら普通に若健さんの名前を挙げてしまいましたね。ちょっとそこの部分カットしましょう。ここ再度ここからもう一回録画します。そう、ちょっと今いろいろあったんで一部分かけますけれども、勧誘中です。永住住民できました。なのです、いやーかわいい。はい、録画は終了しました。なんと23年やるって言って8連で終わりましたなんだこれリアクション楽しみたい。間違えた。かわいい。はい、ありがとうございます。パッチ君を勧誘できた回なんですけど、この時本当にパッチ君の話をしたんだったかな、その前らへんに。でなんか話をしたから来てくれたかどうかだったんですけれども、めちゃめちゃすごい回だったなというのを本当に今でも思い出します。この赤この日、そうですね、ちょうど8月の配信だったということもあって、割とすごい、なんか何曜日だったのかな、すごいお酒とかも飲みながら配信をしてた日だったと思うんですけれども、すごいたくさんの視聴者さんもいてくれて、すごい大いに盛り上がった回だったかなと思います。サムネイルをね、適宜配信の中で映しておりますので、今回概要欄に載せてる離島ガチャの、プレイリスト、再生リストのところから、気になる方はぜひご視聴いただけたら嬉しいです。すみませんが、1個お詫びと訂正になります。こちらの8月26日のアーカイブはですね、現在残念ながら非公開になっているので、このね3年前の夏のすごい瞬間の映像、ちょっと皆様のところで全体を確認いただくのは難しいかなと思います。ちょっとパッチ君をね勧誘できたところをお届けしておりますので、ちょっと申し訳ないなという気持ちです。では次いきます。はい、ということで前半戦ラストになるのですが、もうこの日付のところの放送回はとても伝説になっております。というのも4番目の2021年12月1日のこの回がですね、チャンネル史上3本の指に入るぐらいのアーカイブの長さになるんですけれども、100連離島ガチャ100連100枚やった回になります。私が記憶してる限りだと、確か20時ぐらいに配信を始めて、でもう日付はもちろんまたいで、結局2時前ぐらいまでやったのかな、それかもしくはちょっと21時ぐらいからやって3時前、でもそんな3時前までやったような記憶はちょっとないので、おそらくなんですけれども2021年この時は夜8時からやって、夜の日付回って2時までやってたのかなと思いますが、本当に100連のねアーカイブを全部見たよって方一体どのぐらいいるかって、私も全部を見る気にはちょっとねなかなかなれないなというアーカイブではあるんですけれども、本当に長い時間撮れるよって方とか、ちょっと 1.5 倍速でとか、2時間ずつとか1時間ずつとかでもいいので、すごい伝説の回になります。なのでこのあと100連の100枚目のところのみ ご紹介しますが、チャンネルでもしばらく何回か動画に出てきたりとか、でその後ね引っ越したりとかはしてる住民にはなるんですけれども、大変思い出の強い住民になりますので、もしよければここからもよろしくお願いします。ということで前半戦ラスト100枚ガチャのシーンご覧ください。どうぞ。
日付をこの後1日ずらすとは思うんですけど、まだちょっと私はキャンプサイトガチャをちょっと粘るか、日付を現在に戻すかどっちかにするか、ちょっと今回の勧誘する住人とっていうか入居した住民によるかなとは思います。いきます。誰だろう。めっちゃ緊張する。まだ見えないね姿。あれ、いなくない？あ、左側にいるやつか。おっと、誰だっけ。オズモンド。いやー、これはちょっとなー、タヌキかな。オズモンド呼びたいんだけど、どうしようかな。なんかタヌキの方が面白みがありそうな気もするけど、でもオズモンド呼びてーな。いやー、チャチャマルと性格も同じだし、チャチャマルと同じ性格だから、もうこれ運命としてオズモンド勧誘するのもありだな。かわいいな。なんか今までの10連20連ガチャやってる時に途中に見かけたオズモンドとは全然違うぐらいこの笑顔が可愛く見える。どうしよう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 。やべえなこれ。タヌキガチャは後日今金蔵とかあの辺りがもう写真もらえたので引っ越しもやが出たら追い出そうとは思ってたんですけど、そのタイミングでタヌキガチャにしてもいいかなとは思い始めてきたので、100枚目の運命ということでオズモンド行ってみますか。ちょっとかわいい。コアラ住民初めて。ちょっとカメラでズン、手持ちカメラで君を追っかけていい？かわいいなぁ。あ、かわいいなぁ。オズモンドよろしくお願いします。チャチャマルよりは筋トレしてそうな感じの。チャチャマルはね、まあもちろんちゃんしてるとは思うけど、ゆるさがあったんだけど、なんかオズモンドなんか本当に筋トレしてる感がちょっとあります。何言ってんだろう。この真面目な表情いいですね。あ、眉毛が独特。ね、眉毛シリーズ、今日もともと私の候補に入れてた太平太も眉毛がやばいじゃないですか。やばいって言っちゃうかも。特徴的じゃないですか。誰も住んでない家族、この、この困った時の、眉毛ぴょこん。おいで。なんかすごい新しい、今まで候補に入れてなかったけど、これは本当に楽しみですね。本当に。ということはまだ怖い系の住民が来てないっていうことは、明日キャンプサイトガチャ怖い系厳選もうちょっとだけやろうかなとは思います。よく言った。かわいい。なんか本当に今までオズモンド多分1回2回会ってるんですけど、離島ガチャで100枚目のこの運命、これは嬉しいかも。ちょっと
いやーなんか100枚頑張ってきてよかった。すごいなんか、え、君誰っていう子が来なくてよかった。ありがとうございます。本当にオズモンド可愛いですね。なんか今のこの映像、このね、あの手持ちカメラ、多分このカレンダー見てわかる方もいると思うんですけれども、大型アップデが入ったのが今年、この年の11月ということもあって、手持ちカメラを使っては初めての離島ガチャでした。なのでめちゃくちゃあの手持ちカメラで追っかけるのがすごい楽しくなって、あの他にもね100枚の中で何人か多分追っかけてたような気がするんですけれども、オズモンド可愛いですね。ちょっと私もまた離島ガチャで勧誘いつかまたね見かけたらもううわーってなりそうですね。前半戦が終わりました。ここまで見てくれてる皆様ありがとうございます。改めまして、カミカミ実況チャンネルのタクと申します。10月頭から11月の途中にかけてまで今、YouTube の方でのリアルタイムの配信を少しお休みさせていただいておりますが、作ろうとしている動画が本当に多かった、多い中で今ピックアップをして日々動画制作、あと配信再開に向けて準備を進めておりますが、ここまで前半楽しんでいただけておりますでしょうか。ここまでね4個の離島ガチャを紹介しましたけれども、特にこの回は面白そうだなとか、この住民好きだったとか、あと皆さんが離島ガチャやってて、この住民と出会えた時はめちゃくちゃ嬉しかったっていうのを、もしよければチャット欄にぜひぜひ、あと、アーカイブ、あと動画視聴されてる皆様、コメント欄に書き込んでくれたら嬉しいです。ではでは、この後もよろしくお願いします。さあでは後半いきます。100枚の離島ガチャの次に2週間後にやったのがですね、なんとなんとあまり今ではやってないですね、3年前のこの時なんですけど、お昼の時間帯に45分ぐらい配信をした日がありまして、その時の離島ガチャもまた結構面白い引き方をしたので、この後お届けしてまいります。ぜひぜひご確認ください。それではどうぞ。改めて候補ラストあげます。ジャック君、ディアンカ、リリアンが推し枠ですね。あとタコリーナちゃんの代わりなので普通系がかなり候補に多いんですけど、ラムネちゃん、ブーケちゃんいきましょう、ラムネちゃん、ブーケちゃん、カモミちゃん、パティちゃん、あとドレミ、ジャスミン、メイ、ルーシー、ピッコロ、グミ、メルボルン、マールちゃん、バニラちゃん、あとホワイ系がチョロキチ、アポロ、サム、モサキチ、ジョン、ロボと歌舞伎チ、シベリアですね。いきましょう、ラスト10枚目。来なければ12月16日の朝6時とかそこら辺にちょっとしてみて、さあ、あそこに誰が来るのかをね、見に行きます。いきましょう。ここで引いたらマジで紙引きだと思う。10枚目でなんか違うような気がしてきたぞ。あ、待って、誰だ。あー、犬、ジョン君ではない。え、待って、でも普通系だよねこの子。なんかちょっと待って、はじめまして、本当に本当にはじめましてなんですけど、かわいいね。勧誘しようかな。ちょっと待って、彼勧誘しようかな。え、ちょっとこれかわいいな。ちょっと待ってくださいね。待って、ベーグルちゃんかわいい少ないですか。これはかなりありですね。あ、まさにあのベーグルちゃんだ、かわいい。まさにこれはありですね。お、これは勧誘します。これは勧誘で。
や、かわいい。これはかなりありですね。なんか独自路線にどんどん、割とA10 枠に近い子たちが増えてきてる中で、これはいきましょう。口癖もかわいいですね。グーって口癖。タコリーナちゃんのタコから犬のベーグルちゃんに。言わないです、言わないです。これはかなりいい感じに終わりますね。グー。楽しみ。これはめちゃめちゃ楽しみですね。じゃあ集合写真をちょっと撮って終わろうかと思います。手持ちカメラで追っかけますね。あ、そっか、こっち向いてくれるんだけど、あれはやってくんないんか。あー、ちょっとこっち向いてほしいな。あ、ナイスです。ありがとうございます。さすがにこれは神利きかもしんないです。普通系の子で、なかなかかわいい。あ、かわいい。これは面白いかもしんない。かわいい。この子って誕生日いつなんですか？まだこの子の誕生日知らない。あ、10月。ちょっと2ヶ月過ぎちゃってる。で、島で待ってるね。よいしょ。はい、ありがとうございます。島メロが、ウイスキーがお好きでしょっていう、昼間に合わないような島メロを使ってた頃でしたね。で、そしてベーグルちゃん。そう、ベーグルちゃんいましたね。ほんと。3年も前になるんですけど、ベーグルちゃんの別荘作ったりとかした時もめちゃくちゃ楽しかったです。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、2022年2月6日6日この日なんですけど、私が熱盛を始めたのがその1年前の2021年の2月6日なので、島開始1年記念の離島ガチャになります。この日の配信結構私酔っ払ってたような気がするんですよね、と思って見てみたら、やっぱり案の定結構後半は飲んでるんだなっていう感じがするので、ちょっと私も全体までは聞いてないんですけど、勧誘する瞬間のところとかのところこの後映していきますので、よろしくお願いします。それではとにかく皆様ご覧ください。どうぞ。メッセージに来た住人は出てないですね。では20回目いきます。20回終わったらちょっとお茶だけ持ってこようかなって思うので、お茶を持ってこようかな。なんだその発言。お茶持ってこようと思ったんで、お茶持ってこようって何なんだろう。たまに配信してて酔ってくると、何言ってんだこいつっていうことがたまにありますよね。祝20枚目。シャンペン来ないかな。本当ですね。危ないから火開けそう。やば、すげえ。うおやば。すいませんが、離島ガチャ本日20枚で終了します。ただまだ時間にちょっと余裕があるんで、雑談をちょっとしながらにはなるとは思うんですけど、これ神引きだ。今回ターゲットから外しちゃったんですけど、限りなくターゲット上位に今いた子です。
うわ、これはやばい。話しかけますね、リリアン。うわぁ。え、うさぎ10人揃いすぎじゃないですか、私の島。フランスはクリスチーヌ、リリアン。やば。紙引きだ、これは。え、やばい。永住枠に匹敵するんで、ちょっと島の住人がどんどん減らせなくなりますね、これ。20枚目でこれか。すげえ。前回までの離島ガチャのターゲット見ていただくと、わかると思うんですけど、毎回毎回リリアンターゲットに入れてて、今回抜けてましたね、ターゲットから。うわー、ちょっとこれは泣ける。かわいい。タックです。はじめまして。やっと会えた。うわー。すげえ、ごめんなさい。猫耳しててごめんなさい。うわ、やばい、これは。え、今後出ていかなきゃいけない住民がもう、かなり枠が減ってきたと同時に。メープルちゃんとかあのあたりも、もしかしたら、追い出しのターゲットに入ってきてもおかしくないな。うわぁ。離島ガチャ完了です。20枚目でリリアンは超引きが強い。すげえ。あれ？住みたいって言ってくれない？リリアン。え、おう、リリアン。耳がないのもかわいい。いや、ほんとに。すげえ。これはすごいな。ただ、引っ越したいんだよねーって発言がまだ出てこない。飽きた。これは感激だな。これはやばいな。すごいな。で、偶然かもしんないですけど、レム君追い出してしまって結構へこんでたんですけど、レム君と同等レベルぐらいの人気じゃないですか。もしかしたらレム君の方がまだ人気は高いかもしれないんですけど、かなり人気の高いというか、もう私もずーっと欲しかったので、リリアンは。うわ、マジでこれはやばいな。ハピパラの島にも、ハピパラにも呼びたいし。やばいな、これは。少なくともリリアンとは多分もう長期的にずっと生活をするだろうなと思います。ただ性格のぶつかり合いが半端ない。クリスチーヌとリリアンめっちゃ喧嘩しそうだから家が離れててよかった。クリスチーヌとリリアンバチバチだろうな、今後。やばいな、めちゃめちゃバチバチだな、その二人。え、ってことはこの間までクリスチーヌには、ももこちゃんには負けないわ。で、ももこちゃんにはクリスチーヌに負けないって口癖にしてたんですけど、これからはももこちゃんに負けないわじゃなくて、リリアンには負けないっていう秘密の挨拶ができますね。で、リリアンにもクリスチーヌに負けないっていう秘密の挨拶ができる。すごい。ということで、リリアンを勧誘した。6回目の離島ガチャ、2022年の2月6日の島1周年記念の離島ガチャでした。にしてもね、やっぱりリリアンがこのタイミングで来たっていうのがすごかったですね。で、その後本当にしばらく離島ガチャ、自分の島にリリアンがいてくれたので、もうメロコアパンク6とメイン島を語る上ではもう欠かせなかった住民の一人ですね。またいつかリリアンにお会いしたいなと思っております。さあ続けていきましょう。続いて7枚目がですね、2月の24日に、なんかあんまりスパンが空いてなくて、約
1週間2週間ぐらいしか空いていないんですけれども、ここでようやく、新ルールが登場してきます。名前を間違えた住民を勧誘するシステムが追加された回なんですけれども、それの一発目に勧誘した住民どの子だったか、皆様見ていた方は分かるかもしれないんですけれども、覚えてる方いますでしょうか。もうあの時に出会ってから私がずっと大好きってもうね今や言ってる住民さんです。またお会いしたい、そんな子とこの後出会える2022年2月24日の配信いきましょう。ご覧ください、どうぞ。本日の入居者、ここ代々伝わるハキハキ系住人のお家の場所ではあるんですけれども、今までもチャチャマル、オズモンド、そしてこの間までゲンジ君、だからここの落とし穴にねチャチャマルがハマってる映像がアルバムにあったので、では行きましょう。初っ端からしくじったら本当に15分とか20分で配信が終わってしまうんですけれども、あ、待って、オーロラだ今日。え、やばい、今日オーロラだ。え、今日夢見更新したいなぁ。あ、無理だな。でも、あ、冬の最後にオーロラが。わ、すげえ。明日から雪景色じゃないと聞いたんで。ちょっと写真撮っていいですか、これ。やば。あんまり高いところじゃない方が撮りやすいんで。よし、ここ行こう。どうなるかなぁ。一発目からしくじる可能性も。大いにあるんで。うわ、オーロラやば。普通に嬉しすぎる。なんで俺この服にしたんだろう。もうこれリアクションしたかったんですよね。さあどうぞ。こちらです。もうすいません、完全にちょっと個人的な。いやー、オーロラやばい、綺麗すぎる。よし、では5枚目。さあ、これは苦手なお馬さんが来ました。難しい。ちょっと当てに行きますね。待って、つむつむだなこれ。この顔かわいいな。性格はぼんやり系な気がする。待って、マジでこれわかんない。でも私このことだったらめちゃめちゃめで、楽しく生活ができそうな気がする。ごめんなさい、高三。話しかけます。この子を勧誘します。ちょっとマジでわかんない。でもめっちゃ可愛いし、多分ぼんやり系なのは間違いない気がする。サブレはわかんない。意外に出てこなかった。チャット見ます。すごい、めっちゃチャット来てた。馬はむずい。誰だっけ？馬多いね。多分わかるけど怪しい。諦めようか。一文字だけ教えてもらう。さすがにそれはしなかったですね。こんばんは。遅くなった。チャット見ないように全く見てなかったですね。そっか。ホース。絶対ホースではない。ただ、サブレか。全然私知らんかったかもしれない。ということで、本日の離島ガチャ7枚いけずれ文字で申し訳ないんですけども、性格は当てた。ただめちゃめちゃ可愛い。もう目元がめっちゃ可愛いし、この子にどんな服を着せてあげようかとか、なんか今もうすでに私はもう今めちゃめちゃワクワクしてます。タックです、よろしくお願いします。口癖やば。ダヒヒン。ちょっとこれ秘密の挨拶とかふざけたくなってきましたね。ダヒヒン。あれ？あれ？あまり住みたくないの？
あ、よかったよかった。え、まさかの勧誘のやつ来ないかと思った。実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見てるんだ。ダヒヒン、ぜひぜひ。もうちょっとマジで可愛いので。そうです。あ、ごめんなさい、7枚目まで行けなくてマジで申し訳なかった。本当にすいません。うわー、悔しいけど、めっちゃ、ただメイちゃんしくじったの悔しすぎるな。まだ言う。では待ってるよ。タヌキチにサブレが連絡。ダヒヒン。ありがとうございます。ということでサブレさんの勧誘でした。いや、この回はね楽しかったですね。名前待ち、かなりカットしてる部分あるんですけど、もうこれは正直再生リストからアーカイブを見つけていただいて見てもらった方がいいかなと思うぐらい、結構たった5枚しか離島回ってないんですけど、結構いろんなことが起きた回だったなと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。最後なんですけれども、もう再生リストの方にも残ってない、こちらもまたちょっと非公開には変わっているやつになります。なぜかというと、これで思い出せる方がいれば、結構もう前から見てくださってる方かなと思うんですけれども、たった1枚目でもうターゲットを引いてしまった日があります。分かっても名前は極力出さないようにお願いします。分かってる方ちょっと、あの子だなって思いながらちょっと見てください。たった1枚で終わったんで、結構雑談をしながらしまくりをしたってところで、アーカイブをちょっと非公開にしてしまったんですけれども、ただね、1回目で1枚目で引いたという結構伝説的な回になります。それをお届けして、今日の、土曜朝あつ森配信特別版終了したいなと思います。では2022年5月15日の回ご覧ください。どうぞ。なかなかすいませんって感じだったんですけど、今島のね、から、待って、俺の声入ってくる声がでかいな、これ。いきましょう、7枚で。いつも使ってるルールをちょっと使いつつ、今回からちょっと変えたよっていうところが1箇所だけあります。1回だけDM とか LINE で教えてもらうの機能があったと思うんですけど、あれを、一度だけチャット欄をカンニング OK としました。なのでチャット欄のところで答えだったり、あと近い住民名、全く違う住民名、大喜利、何でも OK の時間をね取ります。いやー、ちょっとね、さっきちょっとさっきまさかまあちょっと泣いてしまったのもあって、やばいなー、でもホワホワしてるなーっていう感じがします。そうですね、レッテン行こう。いや、なんかね、改めて喋ったら絶対泣くだろうなと思って、ちょっとタイミングを測ってたんですけどダメでしたね。あ、全然大丈夫です。アーカイブが今限定公開で出てますので、再生リストの方からぜひぜひ行ってみてください。ではちょっとだけチャット欄を伏せます。いきますね。1枚目、ターゲットめちゃめちゃ多いんで7枚のうちで出てくるでしょう。あ、え、え、大平太、え、なん、嘘でしょ、え、もう紙引き中の紙引きなんですけど、もうすいません、チャット欄出します。ちょっと待って、この終わり方は早いぞ。え、ちょっと待って、雑談しましょう少し。非常事態が起きました。
固定チャット見て、固定のところのチャット見ていただくと分かると思うんですけれども、ターゲット、ジャック、ミツズ、タモッツ、タイヘータ、ビアンカ、シベリア、ドレミ、ジャスミン、アポロ、グラハムと入れてたんですけど、宝回収しましょう。ただ、悟り島来たんで、時間はつなげるかな。あ。はい。ちょっと足元を救われましたが、こんなことあります？え？いやーちょっと待って、アミーボカードに私大平太持ってるんですけど、呼ぶタイミングがないんで、今回このターゲットに入れたんですけど、来たよーって感じで来ましたよね。いやちょっと待って、ごめんなさい、さすがにこっからぼや出しはできないんで、離島ガチャはまさかの展開ではあるんですけど、大平太ヤッホー、オス、何この神引き。宝回収、宝回収はしたいですよね。おいら、よその島から遊びに来たのか。あ、おいらよその島から遊びに来たのか。ん？ほんとだ、1枚目から来るんじゃないっていうフラグが立ってましたね、確かに。わあ、すげえ、ほんとに。神。相変わらずの神々でした。え、これはかなり奇跡だ。太平太との、流れ、ちょっと、せっかくなんで、タイヘーター勧誘までの流れ、離島ガチャ100連ガチャの時の13枚目で来る、あと、アミーボカードをなんとかもう手に入れようと思って、手に入れた瞬間、離島ガチャのターゲットから外れる。で、永遠に呼べなくなる。ただ、さっきターゲットを書いてる時にもうタイヘーター絶対入れたいってなったんで、入れる。そして一発目で来る。一回離島ガチャ100連の時に13枚目で来てスルーしたんですよね。まだ早すぎるって言って。で、大平太くん呼びたいってずっと思ってたら、マイル、なんだっけ、アミーボカードで購入できたので。よく覚えてます。いや、ちょっと私住民との交流でターゲットに出てた子は結構覚えてます。これはやばいな、やばい、超嬉しい。この表情好き、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 この表情好き。ちなみに保つも同じ役割で、保つもアミーボカード手に入れた瞬間からターゲットに入らなくなってしまいました。あー大変だ。いや大変だ、マジで大好き。川添さんだったかな、誰かが大変だとノリオの写真上げてたりするんですけど、いやーなんだこの神展開。ちょっとだけ島に戻ってから雑談はしようと思ってます。よく言ったイエイ。いや大平太かわいい、めっちゃかわいい。いやー今日はなんて日だ、最高です。川添さん相当時間かかってますよね。そう、かかって、めっちゃかかってて、
なんか、あの、太平太を狙う離島ガチャの回数がすごかったです。え、まさか1枚目から来るとは。いやー、嬉しいなもう今日ほど気持ちよく寝れる日はないですね。本当にすごい。今日はもうなんか神がかってる。あの、神々だけど神がかってた。ということでご覧いただきましてありがとうございました。今のね、神々実況チャンネルにつながる当時のね、初期タックチャンネルの時からの動画であります。そしてしかもこの5月の15日っていうのは視聴者さん参加型の宝探しと鬼ごっこ企画をやった後で、配信前のそのね、企画の時にちょっと感動して泣いてるっていうようなところとかもあったりとか、いろんな方がね、あのチャット欄にも参加してくれていた回にはなるんですけれども、まさか一発目で太平太を引くなんて、ちょっと私もね、今このアーカイブ見てて、うわー、これなんで非公開にしなきゃいけなかったかっていうのと、ちょっともう雑談が盛りに盛り上がりすぎて、ちょっとあまり残せないようなディープな話までしてしまったというところで、アーカイブはね、非公開にはなっているんですが、ちょっとね、非公開のアーカイブではありますが、こうやって復活できてよかったなと思います。ということで全8回の離島ガチャをご紹介してまいりましたが、皆様の気になった回、あと楽しかったなって思う回とか、皆様それぞれあると思うんですけれども、これからもね、神々実況チャンネルは続けてまいります。そして11月に入りました。まもなく土曜朝のリアルタイム配信も準備を進めておりますので、また再開したらぜひ、よろしくお願いします。では来てくれてありがとうございました。ちょうどね、3連休の方もいるかもですし、お仕事お休みの方もそれぞれいると思いますが、良い一日をお過ごしください。そして気温もね、だいぶ下がったりとか暖かくなったりとか繰り返しておりますので、体調管理お気をつけてお過ごしください。ということで、神々実況チャンネルのタックでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、今日の感想をお気軽にコメント欄にぜひぜひ、あと TikTok とかもやってます。どうぞどうぞよろしくお願いします。それではありがとうございました。おつかみでした。バイバイ。動画を見ていただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画配信でお待ちしております。それでは皆さん、またねー。